HP-71BHP-71B はヒューレットパッカード社が1984年から1989年まで製造していたハンドヘルドコンピュータまたはポケットコンピュータである HP-75 の後継機として開発された機種であるが次期カードリーダーや HP いる機能はオプションとなっているシステムロムのバージョンはレイクアッド A 1>, 1クアッド A, 1BBB, 2CCCC, 2CDCC の5種類が存在している。71バイトには、サブルーチンとサブプログラムという2種類の副処理機能が用意されている。サブルーチンは、メインルーチンと同じプログラム内に作成され、ゴースブステートメントで呼び出される。呼び出しに引数を使用することはできないが、同じプログラム内であるので、 ローカル変数が共通で使用できる。サブプログラムはメインプログラムとは別のプログラムとして作成され、呼び出すにはコールステートメントを使用する。サブプログラムの呼び出し時にはコールステートメントの実引数の渡し方として以下の3種類の方法が用意されている。71バイトではメモリ内に環境と呼ばれる領域が確保され、プログラムから利用される。初期状態では グローバル環境とメインプログラム用ローカル環境の2つの環境が存在している。ファイル名、コマンドスタック、フラグ、タイマー、システム設定状態などは全てのプログラムから参照可能なグローバル環境内に置かれている。サブプログラムが呼び出されると呼び出し側のプログラムが使用しているローカル環境はメモリへとセーブされ、プログラムからは見えなくなる。同時に呼び出された。 サブプログラム用のローカル環境が生成され、実引数がコピーされる。サブプログラム内で使用される、ローカル変数などもここに確保される。ユーザー定義関数も呼び出されると、ユーザー定義関数ローカル環境が、プログラム用ローカル環境の内部に生成される。このように、サブプログラムが呼び出されるごとに、ローカル環境が生成されるため、メモリ残量の許す限りではあるが、 再帰的なプログラムの作成も可能となっている。サブルーチン呼び出し時の復帰用スタックはローカル環境に確保されるため、ネスティングの深さはメインメモリの残量によって制限を受ける。ただし、復帰用スタックはポップステートメントを使用して1レベル分ずつ破棄することができる。方、ネクストループのワーク領域もローカル環境に確保されるため、方、 ネクストループのネスティングの深さもメインメモリの残量によって制限を受ける。71バイトは32ビット長のタイマーを1本持っており、32分の1秒単位で割り込みをかけることが可能である。このタイマーは71バイトの電源が入っていない場合でも稼働しており、タイマー割り込みサブルーチンを動作させるときだけ電源を入れることもできる。 71バイトの不動小数点数は IEEE、e、方式に準拠しており何などにも対応している。71バイトではゼロ除算、オーバーフローなどの数学例外が発生した場合にエラーを正規させずに計算結果を省略実に設定して計算を続行することが可能である。71バイトはトークンパッシング型の HPEL を使用したネットワークを構築することができるように 設計されている。71バイトには HP82402A Dual HP A デュアルイルアダプタというオプション機器が用意されており、これを用いると2つのネットワークに接続することが可能となる。例えば、複数の71バイトと 82402A を用いると、別々の場所で各71バイトが1つ目の各ネットワークを通して各種の計測機器などを管理し、 それぞれの71バイトを2つ目のネットワークを通してスーパーバイザーとなるコンピュータが管理するという2段階ネットワーク構造を構築することが可能である。ありがとうございます。